なぜ逸見はあんな死に方をしたのか。この中の誰かが彼女を殺した。皆さん、隣人を自分のように愛せと主はおっしゃっています。白石逸見は本当に太陽のようだった。この学院を照らす太陽。まずは学業優先ってことで。私は計算高いんです。そんな応募許されません。この学院に私の居場所はなかった。先生呼び禁止。あー、くだらない。皆さん、私を殺してやりたいって思ってるんでしょ。いつみは非情で過激でしたたかで、いやだ。あなたたちごときでは彼女の美しさに傷をつけることなどできない。だからこそあなたたちの裏切りは許しがたいものでした。暗黒女子。